コメディ映画っていうのは主人公メインキャラクターがどんどん大変なことハードな目に遭うっていうのが基本で、この映画は実はそのコメディの原則にルールに従って人のいい人がどんどんダメになっていくっていうコメディと全くルールが同じ作りになっていて、それと同時に僕が当時コールドフィッシュを作っている時に同じようにディサポイント、ディスガスティングな立場にあって、そのすごくシリアスになればなるほど僕が作る、メインキャラクターに僕が一緒に心をシンクロさせるみたいな気持ちがあればあるほど、実はオーディエンスから見るとそれはファニーなものかもしれない、そういう効果があったと。実際にこれがトゥルーイベントだったことから、そのファンタジーのパとリアルの部分をしっかり把握し、自分で理解しないといけないから、その裁判の記録を全部リサーチして、あるいはこのイベントのビッグファン、クレイジーなビッグファンがいます、そういう人たちが知ってる知識をノーレッジを全部テキストを送ってもらったり、あるいはウィットネスがいればその人に聞いたりとか、そういうのをとにかくそういうのを集めることが大変だったんですね。